週は少子高齢化などの影響で全国で問題になっている空き家についてです。国の調査によりますと、住宅全体に占める放置された空き家の割合は鹿児島が全国ワースト1位なんです。もし自分の家が空き家になったら、あなたはどうしますか？先月、鹿児島市の住宅街で空き家の解体作業が行われていました。持ち主の水町道太郎さんです。祖父母が住んでいた家をこの夏手放す決断をしました。90を超えてから認知症が出てきて、老人ホームに入ることになりまして、祖父母が老人ホームに入ってから 1,2 年ほど手入れはしていたものの、空き家の状態になっていたといいます。家族で話し合いを重ね、老人ホームの費用などのために土地を売却することを決めました。小さい時からよく遊びに来てた家だったんで、いざまあ解体をして、その途中であるとか空き地になった後っていうのを見ると、すごくやっぱちょっと寂しいなっていう思いはありますね。父も育った家でしたので、できればやっぱり残しておきたいっていう思いはもちろんありましたね。人口の減少や少子高齢化で今空き家が全国的に増えています。国の調査によりますと、全国の空き家の数は900万戸で、前回に比べ50万戸増え、過去最多となりました。住宅全体に占める空き家の割合で見ると、鹿児島は全国4位の 20.4%。 このうち使用の目的がない、いわゆる放置空き家の数は12万2200戸で、住宅の総数に占める割合は 13.6% となり、全国でワースト1位です。理由は県外に転出した人が実家を残している、持ち主である高齢者が病院や福祉施設に入居するなどが挙げられています。人口1万5000人以上の自治体を対象にした調査で、放置空き家率の割合が県内で最も高いのが肝付町です。町を案内してもらうと、草木が生い茂り、中には屋根などに穴が開いた家もありました。肝付町最大の祭りが行われるこちらの通りでも、ここがやぶさめの通りになりますので、この両脇にも空き家があるということです。ここら辺は肝付町は町の中心になるんですけども、それでも空き家が増えてきているという状況ですね。肝付町高山で900年以上続く高山やぶさめが行われる四十九所神社の参道でも、空き家が目立っているといいます。一番の困りごとはやはり景観が悪くなるということですよね。肝付町も高齢化率が高くなっていますので、お年寄りの方が特にですね、やはり自分隣近所がいなくなるということで、やはり不安になっておられますね。こうした現状に町も空き家対策に乗り出しました。肝付町はおよそ10年前から空き家の情報を空き家バンクとして発信、さらに2年前からは空き家の情報収集のほか、移住を希望する人と空き家をマッチングさせる取り組みも始めました。1年間で250件ぐらいの空き家の問い合わせが来たところでして、昨年は38件の空き家の成立につながりましたので、ここの情報をどんどん発していくことで、空き家問題が少しでも片付けばいいかなと思う。年間50件ほどの情報を集めているといいますが、町内には全体でおよそ1500件あり、まだまだ情報が足りないといいます。お盆に皆さんが集まった、家族で集まった時にですね、この空き家情報ですね、役場の方に出していただきたいなと思っています。歯止めがかからない空き家の増加を食い止めようと、自治体も動き出しています。
県は去年、空き家の利活用のアイデアを発表する学生コンテストを開催。助成金を出して実現に向けての取り組みを進めていました。そのうちの一つ、霧島市では空き家を改修して子どもたちが集まる施設に生まれ変わりました。手掛けたのは第一工科大学で建築を学ぶ学生17人です。コンテストで優秀賞を受賞し、県からの補助金120万円を当て、およそ5ヶ月をかけて壁紙の張り替えやドアの取り付けなどの改修を行い、今年2月に完成しました。1階は子どもたち向けの図書室や遊び場、2階は宿泊施設として利用できます。もともとは家財であったり、書斎ということでパソコンとか本とかがあったんですけど、一度こちらから運び出して床とかをちょっと拭いて、ちょっときれいにして、この空間でできることは何かないかなっていうところから考えて、椅子を設計したりだとか、そういった方向に発展していきました。椅子や机などの家具も県産の木材を使って学生が手作りしています。かつての空き家は人々が再び集う地域の場所に変わりつつあるようです。横川町っていうところの、一つの拠点というか、地域活性とかのそういった始まりの場所じゃないですけど、そういった場所になればいいと。いろんな年代の方たちとの、触れ合いで、賑やかな場所になってくれればいいなと。誰でも自分ごととして考えなければならない空き家。家族や親類で集まる機会に、自分たちの思い出が詰まった家をどうしたらよいか話し合ってみてはいかがでしょうか。